もう一個ちょっと聞きたいことがあって、最近した大きな買い物。お小遣い3万だからな。何を買ったの浅野くんは。去年の暮れに車を。その話したかったんじゃ、もう最初から言ってくれよ車を買いましたって車買ったんですよ、うんうん、人生で一番大きな買い物。いくらのいくらの。もういいよ、いっちゃおう、いいですか、いっちゃおう。浅野くんの収支全部いっちゃおう収支は全部言わないですけど、一応200円。買えない買えない、買えない、ミニカーも買えない200万円の車を、貯金を使って買ったんで、キャッシュで買ったってこと。キャッシュで買いました。ローンではなくて。はい。ってことはさ、200万キャッシュで払うってことはさ、残りもまだね、通帳に入ってるよね。だって200万しか貯金がないのに200万の買い物しないもん、ね、貯金の全体の何割ぐらいがその200万だったんですか。98です。え、 98%。 はい、ほぼ、え、ないじゃん。じゃあ今残り4万円です僕だったら不安でしょうがないですね。通帳残高が4万円になったら。まあ、浅野家の通帳は本当に4万円しかありません。そう、うん、面白いじゃんその話。いや、それで、ね、でぶつけちゃって修理で4万円かかりましたとかいう話作ろうよ作ろうよじゃないんですよぶつけよう、ぶつけよう、車今から。で、貯金残高ゼロですってで、今日までにその準備をしてくんだよ、この話の準備っていうのは。プレッシャーかかるわえ、非暴力絶対服従いつも YAB の放送をご覧いただきありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。